日本史オンライン講座、高校生のための高校日本史。今日は明治時代から大正時代に移り変わる頃の一枚の地図を見て、日本の工業化が始まった頃を考えてみたいと思います。ここに一枚の地図があります。兵庫県の西の方、いわゆる西張馬と言われる地域です。まずこの地図が何年のものであるかということを検討します。 この地図に陸上交通路が2本載っています。1本は龍野から上氷へ抜ける道です。これは古代の山陽道の跡をたどっています。奈良時代、平安時代、鎌倉時代まで主要な交通路はこの谷を通っていました。ところが室町から戦国にかけてこちら側の谷を通る道が発達してきて江戸時代の西国街道は ウネそしてナマス峠を越えて岡山へ向かいます明治になって神戸から山陽鉄道が下関を目指しました明治23年1890年山陽鉄道はウネまで開業しますこの鉄道が通ったのが1890年その後山陽鉄道は日清戦争までに広島まで開通して その後、神戸から文字までが全通します。さて、この地図なんですが、年代を決める決め手は2つあります。1つは、龍野から網干市に晩電鉄道が走っていることです。この晩電鉄道は1909年に開通しました。もう1つのポイントは、ここに大村があることです。この大村は大正2年1913年に 調整を施行しますので、大村という表記になっているということは、明治45年、大正元年、1912年より前であるということを示しています。で結論から言うと、この地図は1910年か1911年か1912年ということになって、明治時代の一番終わりの頃の地図であるということになります。その頃、 大村の村長であった川畑清太郎は、大村の未来、相酔の未来を小さな造船所に託して、相酔には海があって平地がない。これは神戸と一緒や。だったらですね、西の神戸を目指したらいいんやと。造船所を作ったら船が入ってきて、船が入ってくれば人が集まると。では造船所を作ろうということで、大村の対岸、この辺りに小さな造船所、 選挙を作ろうとします。でこの播磨選挙のドックがようやく完成したのが明治45年1912年そして修繕戦の一番戦、日英丸が1912年明治45年に愛 o の造船所に姿を現しますその後第二次世界大戦中に鈴木商店がこの小さな造船所を買収して巨大な資本を投下して従業員6000人という 巨大な造船所がここに突然姿を現します。ハリマ造船所が従業員数千人を要する大造船所になった結果、相生の人口は急増して、たつのコウと並ぶ相生が出来上がります。私たちが小学校で地図を勉強した頃、たつの市、相生市、アコウ市と三つ星のように3つの市が並んでいましたが、たつの相生コウが 同じような大きさになったのは第一次世界大戦中のことで、第一次世界大戦が始まるまでは、辰野と阿公は大きな町で、相生は江戸時代とほとんど変わらない小さな村が2つあったということが、この地図からわかるかと思います。その相生が張間造船所を要して、辰野・阿公と並ぶ町になっていく。これが大正時代でした。 それだけ鉄道や工業化は日本を大きく変えたわけですね。このように何もないところに5万石規模の城下町と同じ町が突然登場すると。これが鉄道造船を原動力とする20世紀の初め頃の日本の変化でした。今日はその変化を詳しく見ていきます。鉄道が日本社会をどのように変化させたかということを見ていくために、そもそも 鉄道はどのように区設されていったのかという状況を確認しておきます。この地図は戦前の針間地域の鉄道がどのように建設されていったかを示している地図です。日本の鉄道は官営鉄道で東京と神戸の間が建設されました。神戸から下関までは山陽鉄道という民間鉄道が建設しました。神戸を出発した山陽鉄道は 明石姫路を通って辰野縄宇根と進んできます宇根まで山陽鉄道が開通したのが1890年ですその後山陽鉄道は1894年までに広島に到達します山陽鉄道に続いてこの辺りで建設された鉄道は幾野銀山と姫路を結ぶ万丹鉄道現在の万丹線です続いて 大阪から舞鶴へ向けて、半角鉄道というのが伸びていきました。大阪、尼崎、福知山、舞鶴を結ぶ鉄道です。この頃に建設された山陽鉄道、万丹鉄道、半角鉄道は、神戸と下関、姫路と生野銀山、大阪と舞鶴軍港というふうに、重要拠点を結ぶ鉄道で、貨物の輸送と 長距離の旅客を運ぶという役割を持っていました。現在でいう新幹線及び新幹線に貨物列車を運行すると、まあ、そういう形の基幹鉄道です。こうした日本の基幹部分を担う鉄道は、1906年から1907年にかけて国有化されて、鉄道員、後に鉄道省が経営する鉄道になりました。 だから戦前、こういう鉄道は、鉄道省が経営する鉄道、商船と呼ばれていました戦後、これが国鉄になって、1987年に民営化されて JR になります。山陽鉄道が神戸、姫路、岡山と伸びていきますと、この山陽鉄道に貨物を運ぶための鉄道が、鉄道が通らなかった町から山陽鉄道、 今の山陽本線に向けて建設されましたこの地域で一番早く建設されたのは万田鉄道です立野で生産される醤油やそうめんを山陽本線の阿保市駅とか瀬戸内海航路の阿保市港へ運ぶための鉄道でした1921年には阿光の塩を山陽本線に出荷するために京弁鉄道の阿光鉄道が阿光から宇ネに向けて建設されます このように、貨物を運ぶ私鉄で、この地域で一番大規模なものは、高砂から西脇まで建設された晩州鉄道です。晩州鉄道は、加古川の水運を鉄道に置き換えようとしたものです。だから晩州鉄道は、三木とか小野とか八代とか、この地域で人口の多い町を通過しません。今から思うと、どうして三木や小野や八代という人口密集地を通過していかないのか 不思議な感じがしますが、そもそもこの晩州鉄道が高砂から西脇まで建設されたのは、加古川の水運で運んでいた荷物を鉄道で運ぼうとするものですから、貨物を運ぶのに便利なように路線が引かれています。うん、江戸時代、川の水運は大変大事で、千草川とか伊保川とか加古川には高瀬船が走っていました。 高瀬船はどこまで遡るかというと千種川の場合は赤穂から平福まで上がります。伊保川の場合は山崎まで。加古川の場合は高砂から西脇まで。だいたいこのラインまで大きな川があれば高瀬船で荷物を運ぶことができました。播州鉄道は西脇まで建設されましたが、赤穂鉄道や板田鉄道も、赤穂鉄道は左右まで。 万電鉄道は山崎まで引っ張ろうという計画がありました。同じくこのよに貨物を運ぶための鉄道として建設されたのが別府鉄道ですこのように貨物を運ぶ鉄道が建設されるのと並行して大正時代になると通勤客や通学客が都会を中心に増えていきます。そういう人の方を運ぶ鉄道が大阪を中心に建設されました。 阪神電車、阪急電車、京阪電車です。阪急電鉄が神戸までやってきたのが1920年。阪神電車はもう少し早く神戸まで到達しています。続いて、神戸から姫路へ向けて、神戸姫路電鉄、現在の山陽電鉄が建設されました。その後、神戸の港側から三田や三木を目指す 現在の神戸電鉄が建設されますが、この地図ではまだ神戸電鉄は載っていません。このように1920年代までに播磨地域にはこのような鉄道網が完成しました。この地図には載っていませんが、1912年、兵庫県内をもう一本大切な鉄道が開通しています。山山陰陰本本線線です。山陰本線は、 鳥取と兵庫県の県境のところが工事が難しくて全通が遅れていたんですがあの有名な余部鉄橋を建設することによって1912年に京都から鳥取松江の方へ鉄道が開通しましたその後1930年代になって姫路から辰野津山新見という中国山地の中央部を 縦貫していく基進線が建設されて、この地域の東西交通は瀬戸内海側の山陽本線、日本海側の山陰本線、山間部を走る基進線という3本の鉄道によって担われることになります。先ほど、第1次世界大戦中に鈴木商店が相生に大きな有馬造船所を作ったという話をしましたが、 明治の末期から大正時代にかけては、兵庫県の海岸沿いに重工業の巨大な工場が姿を現していきます。神戸の川崎造船と三菱造船、相生の張間造船、阿保市の大日本セルロイドとか、阿古の木村製薬、現在のアースです。そのような大きな工場が海岸沿いに建設されていきます。そして1939年、 日本製鉄の広畑製鉄所がここに姿を現すことになります。このように鉄道の建設と瀬戸内海の海岸線に巨大な重工業の工場が建設されたことによってこの地域はどのように変化したかということをもう一枚の地図で説明します。この地図は1912年明治45年大正元年頃のものです。 山陽鉄道は開通していますが、また、この辺りの地域に、それほど大きなインパクトは与えていなかったようです。というのは、この地域の町を見ていきますと、江戸時代の町の規模が、この時代までほぼそのまま維持されているからです。江戸時代は農業社会で、ほとんどの人は農村に住み、農村の海の中に点々と町が浮かぶという状態でした。で、それぞれの町には、 どうしてそこに人々が集まってくるという条件が生まれたのかということで、いくつかに分類されています。私たちが小学校の頃は、それを一生懸命勉強したものです。例えば、城下町。この地図で言いますと、辰野とか阿公。それから、港町。室津。それから、宿場町。それから、門前町というのもありましたね。そのように、 江戸時代の町には、なぜその町ができたのかという、そういう理由があったんです。繰り返しますと、城下町、門前町、宿場町、港町など、江戸時代の町が、明治維新から40年余りを経た、明治の終わりぐらいでも、そのまま維持されていました。この地図の右の方に行きますと、姫路という大きな町がありますが、まあ、その町は別格としてですね、この地域で大きな町を見ていきますと、 立野と阿光が目につきますこの地図の面白いところは、町を赤く描いてくれているので、でしかもその町の大きさがある程度表現されているので、この赤いところを見ていきますと、その頃の人口がだいたい推理できるというのがこの地図の面白いところです。で、辰野と阿公という城下町で説明しますと、江戸時代の社会って案外単純な構造になっていて、 日本全体の国高が3000万国。日本の人口が3000万人。ということは、1万国、1万人。ということになりますね。で、辰野藩は5万国。阿公藩は、浅野阿公の頃は5万国でしたが、元禄阿公事件で、浅野阿公藩が改役されて、森阿公藩と天領に分割されます。その結果、阿公藩は3万国ということになりました。 辰ツ藩5万石、人口5万人。その中の1割が城下町に住んでいるというのが基本的な形ですかね。だから江戸時代、江戸、京都、大阪の3都に次ぐ大きな町は金沢でした。加賀、前田、100万石ですからね。100万石の大名ですと、その中心になる金沢には人口は10万ぐらいいるということになります。この地図は、 明治時代の終わりぐらいですから、江戸時代よりは人口が増えてきていて、江戸時代の1.5倍増しとすると、立つのが7500、阿公が4500ということになります。まあ、だいたいそんなね、当てずっぽうでね、そんな間違わないです。江戸時代の社会では、特定の町がね、急激に成長するということはあまりないんですね。ではこの地域にあるこの町は、 どのような成り立ちを持った町なのかということを見ていきます。まず、城下町から。辰野藩の辰野。阿公藩の阿公。あと、北の方から見ていきますね。山崎藩の山崎。あと、これ地図かけてますが、この上に平福という町があります。江戸時代の初期に平福藩というのがあって、そこの城下町の名残です。佐久州街道沿いに降りてきて、三日月。 ここは三勝木藩一万石です。そして新宮。ここは新宮藩。林田が林田藩。合わせてました。ここ安治藩です。城下町はそれぐらいですかね。イカルが。これはあの法隆寺系の半宮寺というお寺があって、そのお寺の周りに発達した町です。城下町に近い性格を持っているのが上郡です。近世になって赤郡軍の中心は阿郡に移りますが、 奈良時代平安時代ですと、赤穂郡の郡賀は上郡にありました。赤穂藩が元禄赤穂事件で、南が赤穂藩、北が天領になった頃、赤穂郡北部の中心は上郡でした。次に宿場町と港町を見ていきます。西国街道沿いには宿場町が点々と置かれています。少女、ここは伊保川と西国街道が交わるところです。 ここに私と宿場町がありました。続いて、うね。これは西国街道と千草川が交わるところです。作州街道を見ていきますと、鳥取から来る街道と津山から来る街道が交わるところ。ここに西洋という街があります。港町です。何と言っても日本史で有名なのは室津。兵庫と並ぶ港町です。 江戸時代に川を使う水運が発達した結果、川と海の接点に港町ができました。伊保川の河口に阿保市、千草川の河口に佐古市です。千草川の水運は阿光城まで行くんですが、この後ね、ここ沿田地帯で通れなかったんでしょうかね、船が。高須船は佐古市で荷物を降ろして、佐古市港から瀬戸内海の航路につないでいたようです。 ナバというのも小さな港で、佐ゴ市や室津幌ではありませんが、小さな港町として機能していました。ここは中世の矢野の省の物資が運び出された港です。では、ここにある大村。この村はどういう村なのか。ここは漁師町なんです。漁師町としては人口数千を持つ、かなり大きな漁師町でした。ただ、漁業でこれからも食べていけるんかということで、 大村,村長唐畑清太郎は交尾を見習ってここに造船所を作って船が入れば人が集まってきて村はにぎわうやろうとこれからは漁業だけではなく工業化しないといけないということを考えてここに村の未来を託して小さな造船所播磨ドックを作りましたそしてその播磨ドックが動き始めたのが明治45年のことです 大村がなぜ造船所を作ろうという、そういう発想をしたかなんですが、川畑清太郎村長、大村が村の中には人材がいない、もうここは思い切って外部から優秀な人間をスカウトして村長にしようということで、村長に据えた、こういう小さな村の村長としては、格段にスケールの大きい村長が川畑清太郎でした。川畑清太郎は普段神戸に住んでいて、時々、 王にやってきて、村の指導をしていたんですが、それでも彼は、名誉職とはいえ、村長を引き受けた以上、この村をなんとかしたいということで、阪神財界や鈴木商店など、金田聖太郎の人脈を生かして、ここに小さな造船所からスタートして、大きな造船所、播磨造船所を作り上げていきます。その結果、この地図から10年後には、阿公や龍野に並ぶ町がここに出現します。 鉄道という画期的な交通手段ができますと、この鉄道によって発展する町もありますが、逆にこの鉄道が開通したことによって、衰退に向かう町も出てきます。大正時代から縮小に向かったのは港町でした。理由は3つあるかと思います。まず、河川交通が廃れて、鉄道に切り替わった。従って、川と海の接点にある阿保市とか佐古市とか。 こういう港はそれほどの重要性を持たなくなる。次に、佐護市や室津は港としての規模が小さい。今私たち佐護市とか室津に行きますと、佐護市はね、もうね、港としての面影はないです。室津はね、ここは今漁業が盛んな漁師の町になっています。魚が美味しいです。だけど、かつてここがね、日本で有数の 大きな港だったとはイメージできないですが、鎌倉、室町、江戸とこの室津というのは日本有数の大きな港だったんです。だけど船がどんどん大きくなって、だいたいこの時代ですと5000トンぐらいの船ですね、上限1万トンぐらいの船が動くようになりました。そうすると、高越とか室津では港が小さいんですね。で、この辺りの港の中心は、 造船所のあるアイオイに変わります相イ,イ湾は数千トンから数万トンまでの船に適した地形なんですね。だから1960年代、船が大型化したといってもね、数万トン、10万トンぐらいまでの船を作っていた頃は、ここは造船が大変活発でした。ただ、その後ね、船どんどん大きくなっていって、特にタンカーとか貨物船とかね、 20万トンとか30万トンとか言い出すと、このアイオイ湾では小さいし浅いんです。ただ、今話している20世紀前半、数千トンから数万トンの船が中心であった時代は、こういうアイオイ湾のような規模を持つ天然の良好と呼ばれる港町が、江戸時代の港町に変わって繁栄するようになります。で、この地域、阿蘇市に大日本セルロイド。 愛いにハリマ船佐護市に木村製薬という近代的な工場が立地しました。さてこのように数千人という従業員を要する工場ができますと、どういうことが起きるかというと、従業員が数千ということは家族を入れますと満タンになるんです。そういう町が突然できますと、その町に対していろんなものを供給する必要が出てきます。食料と燃料です。 この項の燃料は芝、巻炭でした。だこの芝、巻炭をどこから持ってくるのか。それはこの近くの山林地域から供給することになります。その結果、造船所のような大工場が立地しますと、その近くに町ができるとともに、その町に食料と燃料と労働者を供給する広輩地として、周囲にも利益がもたらされるという、 そういう構造が出来上がります。サコシとかムロスとか、こういう港町が縮小していく三つ目の理由は、山陰本線の開通です。山陰本線は1912年にアマルベ鉄橋が建設されて、京都と山陰地方が直結しました。その結果何が起きたか。日本海ルートの海運が付されて、山陰の物資は山陰本線で京都へ運ばれるようになりました。 今の人には意外な感じがしますが、日本史で一番大事な運輸ルートというのは、日本海側を通る海運なんです。中世もそうでしたし、江戸時代になりますと、東回り航路、西回り航路、特に西回り航路が開発されて、酒田港から日本海沿岸の港を点々と船を動かして、馬間を回って瀬戸内海に入って大阪に行くと、そういう航路がにぎわっていたんです。 そういう北前船は北陸本線と山陰本線の開通によって姿を消すことになります。この地域でも佐古市とか室津には北前船が入っていました。大にもわずかですが北前船が入っていたようです。そういう日本海側と大阪を結ぶ北前船が姿を消したことも佐古市や室津のような江戸時代からの港町にとっては打撃になりました。1910年代というのは 室津にとっては繁栄の最後の輝きのような時代だったんですね。竹久夢二が室津を好んで訪れたというのもわかるような気がします。室津を見ますと、室津から北に向かって立派な道がついています。この道は西日本の大名が参勤交代で室津までやってきて、で室津からこの道を通って西国街道に出て姫路に向かったんです。その江戸時代からのね、賑やかな室津の 最後の輝きが1910年代から20年代でした。でその頃ね、播磨造船ができて人がいっぱい集まってくるんですが、初期播磨造船で働くために日本中から集まってきた人たちは室津へこの山を越えて遊びに行きました。その後、あい,いにもね、歓楽街が形成されていきます。で先ほどの話に戻って、造船所のような巨大な工場ができますと、 その工場が周りの地域にインパクトを与えるという話をしましたが、ではこの時代大きな造船所はどこに建設されていったかを見ていきます。この図は1960年代、日本の造船が世界のトップに立った頃の日本の重大造船所がいつ頃誰によって創業されて、どの資本が経営に当たったかということを示した表です。幕末から明治初期にかけて、 関営で長崎と神戸に造船所ができて、三菱と川崎に払い下げられます。その後、呉、佐世保、舞鶴などに軍需交渉ができます。日露戦争から第一次世界大戦にかけて、民間で新しく造船所を設立することが行われるようになります。大阪鉄工、因島。大阪鉄工、桜島。後の,の日立造船です。三菱造船、神戸。 石川島愛宵造船ですね。それから三井物産船舶部が第一次世界大戦中に創業した三井造船の玉の造船所。ここまでが第一次世界大戦中までに設立された大きな造船所です。このあと世界恐慌などがあって造船所の設立は一旦ストップして戦時中に旧ごしらえの造船所がいくつか作られていきます。 その後、本格的な大造船所が建設されるようになるのは、高度経済成長期。この時期に登場してくる造船所は、それまでの造船所と立地が変わっています。例えば、千葉、堺出。千葉って砂浜なんですよね。境出ってこれ、沿田です。こういう広い平野に大きな造船所を作るということが、高度経済成長期に行われます。それまでの造船所は、 長崎、神戸、呉、愛宵、玉野、行ってみればわかりますが、いわゆる天然の良好です。山が海に迫っていて、海が深い、そういう天然の良好に、港と造船所ができたんですが、それは20世紀前半の話。20世紀後半になると、港や造船所は天然の良好ではなくて、砂浜を埋めて、浚渫して、高度を作って、 そこで船を作ったり荷物の積み下ろしをするようになります。さてこのように愛生とか玉野とか呉とか因の島とかあるいは神戸、大阪のような瀬戸内海側に大きな造船所ができていきますとそれが山陽、山陰地方にどのような影響を与えたかという話に移ります。その前にこの1960年代主要造船所の図を作っていて思ったんですが 日本で一番いい造船種が抜けてるやん。どこかわかりますか横須賀海軍交渉です。横須賀海軍交渉はどうなったんやとどこの会社のものになったんやとクレはハリマ造船を経て石川島ハリマになりました。横須賀どうなったんやと横須賀は日本企業ではなくてアメリカ軍が使ってるんですね。今でも。 日本ってやっぱり依然としてアメリカ占領下にあるんやとこの図を作ってて思いましたさてこのように瀬戸内海沿いに大きな造船所など大工場が並びますとその大工場で働く人たちおよびその家族のために食料と燃料を供給する必要が出てきますその結果中国産地および日本海側が阪神とか瀬戸内海側の 大工場に食料と燃料と労働者を供給する体制が出来上がっていきます。江戸時代までの日本というのは、いわゆる国土の均衡ある発展というやつで、例えば辰野藩では米が取れて、そうめんとか醤油のような工業もあって、城下町では商業やサービス業が発達していったというふうに各地に 第一次産業と第二次産業と第三次産業がセットになったユニットがたくさんあったんです。赤穂藩もそうです。姫路藩もそうでした。ところが、鉄道と大資本による大工場の建設によって様子が変わって、大阪や神戸のような成長していく大都市と、切内海側に大資本が建設した従業員何千人という大工場に 食料と燃料と働く人を供給する後輩地として中国産地や日本海側が編成されていきます。第一次産業は中国産地と日本海側。第二次産業は瀬戸内海側。第三次産業は大都会というふうな分業体制ができてで、100年前はそれでウィン、ウィンやったんですが、日本経済が 産業の高度化によって、中心が一次産業から二次産業、二次産業から三次産業に移り変わることによって、東京一極集中と地方の過疎化という現象が起きました。中でも中国産地にあった村々の人口減少、過疎化が激しいんです。先ほどこの鉄道で、姫路から辰野、津山、 にみと走る中国山地の中を通っていく貴新線というのが1934年最後に建設されたって言いましたけどちょっと前に JR 西日本が貴新線やめたいな、まあ、この信号あたりまでは姫路への通勤客がおるからいいけどそっから先お客さん少ないし廃止したいなぁなどとね言ってますよねなぜそういうことになったか いうことを説明します100年前に瀬戸内海側に造船所のような大工場ができた頃は、その大工場へ農産物、燃料、特に燃料ですね、これを供給する後輩地として、中国産地の村々は結構ね、景気良かったんです。燃料を供給していた頃の写真を1枚見せます。ナバド港でですす1920年頃です第一次世界大戦中に鈴木商店が あいおいの張馬造船所を拡張して大きな造船所に育て上げて、あいおいが張馬造船の企業城下町に変わろうとしていた頃の写真です。ここにあるのが昭屋さんのお宅です。その横が海鮮問屋です。その他、この辺りにいろんな問屋が集まっていました。こういう法のある船、こういう船で瀬戸内海各地との交易をこの港も行っていました。瀬戸内海各地からみかんとか、 石炭とか、いろいろなものがこの港に運ばれてきますが、この港から運び出す大切なものは、ここに積んである薪です。愛いの北部の方の中国産地で作られた薪や芝や炭という、こういった燃料は、愛い市内で消費されるだけではなくて、大阪や神戸に向けて出荷されました。いつ頃までこういう風景が続いたか。 私、1960年に小学校の2年生でした。その頃まで我が家ではご飯はおくどさんで炊いてました。お湯はコンロ、寒滴、シリン。私たち寒滴と言ってました。寒滴で炭でお湯を沸かしていました。私が小学校2年生だとすると1960年ですが、その年にプロパンガスと電気炊飯器が入りました。これで我が家は 炭と薪と芝からさよならしました。こたつなんかね、まだね、レンタン使ってましたけどね、それもだんだん電気こたつに変わっていきますが、お風呂はね、石炭で炊いてましたね、それもやがてガス風呂に変わりました。ということで、1960年ごろに電気とガスで調理を行うということが一斉に普及したことによって、こういう燃料は、 一気に売れなくなくったんですねこれがね中国産地の経済に大打撃を与えました中国産地で人口が減り始めたのが1960年代から i いという小さな町でも南の方は人口増加北の方は人口減少という様相がね深刻化してきて大正時代の高度経済成長期と昭和の高度経済成長期に この地域で3つの村が姿を消しています。大正時代に姿を消したのがここにあった黒蔵。昭和の高度経済成長期に姿を消したのが箕面山村と勝負谷村です。新幹線 IU 駅から直線距離ですとほんの 5km のところです。そこでも人々は村を離れた。なぜ村を離れたか。江戸時代と明治時代の大きな違いは。 学校ができたことです。山の上の村では学校に行くのが大変だった。子供たちは大変だった。でもまだね、仕事はあったので、それは林業です。木を育てて、木を切る。あるいは芝や薪や炭をね、愛用しないとか、あるいは半身間に出荷することによって生活は成り立っていたんですあ。もちろん田んぼなんかも作ってるんですよ。山の上でね。 だけども1960年代になって薪や炭が売れなくなってしまうそうすると山の上では生計が立てられなくなってしまうそしたら都会へ出るかあるいは麓に降りてね日本製鉄とか播磨造船とかそういう大工場に働きに行かなあかんということになって東京オリンピックから大阪万博の頃にかけてこの辺りの山を降りて廃村になりました 今日のお話をまとめますと、江戸時代の幕藩体制では、各藩ごとに第一次産業、第二次産業、第三次産業がすべて含まれる藩というユニットによって、日本は均衡ある国土の発展が行われていた。ところが、明治時代から大正時代にかけて、鉄道の建設と大資本による大工場の建設によって、第一次産業の地域と 第二次産業の地域と第3次産業の地域に分離した。高度経済成長までは第1次産業を担う地域は第二次産業、第3次産業を担う地域に対して食料と燃料と労働力を供給するという形で一応ウィンウィンの関係が成り立っていたんだけれども高度経済成長期のエネルギー革命によって燃料は石油とか ガスという形で外国から輸入するものに変わってしまった。さらに食料も外国から輸入するというようなことが始まった。その結果、第一次産業に頼っていた地域、特に薪や炭など燃料の出荷に頼っていた地域は一気に衰えたんですね。その後、第二次産業で成り立っていた地域も1980年代になるとリストラとか工場の海外移転が始まります。 あいの石川島張間、あいお第一工場が閉鎖されたのが1987年。あいの造船所は新造船から撤退します。その後も造船所の縮小は続いて、最近でしたかね、あの三井造船の玉の造船所、あそこも新造船はやめるという発表がありましたね。というふうに、100年前に始まった。 大資本の大工場が海岸部に並ぶことによって、山間部は後輩地としてウィンウィンの環境を築くというスタイルが、第一次産業地域がまず切り捨てられ、続いて第二次産業地域も切り捨てられて、東京一極集中という形になって、江戸時代の国土の均衡ある発展から、東京一極集中とそれらの地域の人口減少。まあ、地域地域見ると、 北海道では札幌だけが人口増加で、その他人口減少。九州は博多だけが人口増加で、そのほか人口減少。東京中心の日本全体のミニチュア版が北海道や九州で起こっているわけですね。さて、これからどうするんでしょうね。今から100年ぐらい前ね。このままでいくと、日本のほとんどの地域は成り立たなくなる。ということは、日本の文化が滅びる。 もうお祭りもできなくなるぞと。まあ、都会はお祭り続けるでしょうけどね。もう地域地域のご先祖様や氏神様と共にお祭りをやってきたようなお祭りは日本列島から消えていく。それでいいのかというような問題提起を、ね、していましたが、いや、それでいいんだという道を私たちは歩んできた。そして今ね、100年前に予言された通りに、 日本各地で村が消える。ということは、つまり、お宮もお寺も消えていくと。そういう時代がやってきた。やってきたということですね。さて、どうするんでしょうと。江戸幕府のような国土の均衡ある発展をもう一回目指すのか。いや、東京一極集中でええやんという道を選ぶのか。まあ、これは日本国民の選択にかかっているということで、今日の話を終わります。